まして、クラリネットの北村英二の何番から、クローズトゥーザアザリアをお送りします。日本語名の曲名は、さつきに寄せてという曲ですけれども、これは日本最高のクラリネット奏者、北村英二さんが作った曲で、彼が小学校の同窓会に行った時、校庭でさつきに水をやっている同級生から聞いた話からです。この同級生は朝晩毎日さつきに水をやっているそうで、彼はこのさつきが全部がハーッと咲いた時には本当に夢を感じるんだというふうに北村さんに言っていたそうです。そしてこの話を聞いて感動した北村さんが、みんなが幸せに長生きできたらいいなと思って作られた曲だそうです。北村英二さんは私たちのコンサートにも2回のゲスト出演しに来ていただいております。その際にも必ずこの曲を演奏披露してくれるというご本人にとってもお気に入りの曲の一つです。それでは本日、我がファニーカンパニーのクラリネットソリスト鶴田和歌のソロフューチャーで聴いていただきたいと思います。それではクローズトゥーザアザリア、さつきに寄せて。Thank you.
皆さんお楽しみいただけてるでしょうか。さてここで我々のバンド紹介をさせていただきたいと思います。私たちファニーカンパニージャズオーケストラは選手を拠点にしながら大阪府川フロー近畿各府県でも数多くの演奏活動をしております。これまでの演奏回数も500回を優に超えまして大阪府川を代表とする老舗バンドとなっております。この泉の国ジャズストリートも第1回から演奏させていただいております。また先ほどご紹介いたしました北村英二さんやトランペットの日野照正さん、アルトサックスの古谷充さん、それから日本屈指のプロバンドアロージャズオーケストラや伊丹博史とザ・メイツらと共演を重ねてまいりました。これからもニックネームがゲストの方々をお招きし結成50周年演奏回数600回を目指して頑張っていきたいと思っております。それでは次の曲へ参りましょう。作編曲サミー・ディスティコカウントベーシーのナンバーからフライトゥーラスト。Thank you.
ました。昨年はビッグバンド結成45周年記念に、あの世界的に有名なトランペッターのエリック宮代さんをゲストに迎えてコンサートを行いました。その時アンコールとして演奏したのが映画ロッキーの主題歌です。シルベスター・スタローンを演じる主人公のロッキー・バルボアがフィラデルフィア美術館の階段を駆け上がり、ビクトリーのポーズを取る場面で使われたのが特に印象的で、あります。 Gonna Fly Now、 こちらの曲は映画とともに大ヒットしました。それではファニーカンパニージャズオーケストラ最後の演奏です。 Gonna Fly Now、 ロッキーのテーマ。
ません。アンコールで、お送りいたします。グレープリーダー楽団の有名な曲となっております。真珠の首飾りのこちらを演奏させていただきます。何分急でしたね。今ドキドキしております。ありがとう。